河地孝子明治17年10月12日は、江戸幕府外国奉行、河地敏明の形式。初代名屋敷に見やしした後、天保九年勘定銀味役、河地敏明に嫁ぎ、奈良、大阪へ不妊、母親戦争中敏明に自決されつつ、下宇佐国平沢村へ疎開し、江戸へ帰り没死した。文化元年。 江戸幕府大工と大越真子平京筆佐の次女として生まれた。15歳で、木徳川や屋,屋,屋敷に奉公し、徳川春都氏娘で、鳥取藩、池田春道正室、進む姫に8年間使え、姫の死去により退職した。天保4年、徳川家成25女末姫が、広島藩主浅野彩宿に嫁いだ際、再び出資した。天保九年四月十九日、 環状銀美役、河地俊明に四人目の妻としてと嫁ぎ、俊明の養父母、実母及び、千災の二男二女と同居した。高下元年俊明が佐渡奉行に赴任した時は、江戸で留守を守ったが、高下三年なら奉行赴任時には、次男、一三郎、俊明養父母と奈良に移った。嘉永四年六月十日俊明は、江戸に召喚されたが、高子は、奈良に残り、 日記を書き送って、近況を報告し合った。7月2日、年明から大阪町奉行府任を聞き、7月26日,日大万道町奉行屋敷に移った。江戸に戻り、年明が環状奉行となると、小石川に屋敷を賜った。年明が環状奉行、外国奉行へと異例の出世を遂げる中、家事一切を引き受け、初代名からの贈答品の応対を切り盛りした。 また、この頃、前田夏影に和歌を学んでいる。安政6年8月、年明が清掃に敗れて、湿気を命じられ、小石川屋敷を引き払い、3分の1ほどの広さの番長屋敷に移った。慶応四年母親戦争が勃発し、新政府軍が江戸に向け進軍する中、慶視主林の養子先、原田一三郎の治業地和佐国山部軍。 平沢村に家族を避難させた。3月15日、年明が受決を果たすと、大正寺で葬儀を取り仕切った後、初7日の21日に停発し、夫、幕府に対始末長く、三沢を守る意を込めて少々とこうした。22日夜、小網町より船で、下宇佐国浜村に逃れ、カ佐国平沢村の名主李エモン宅に身を寄せた。大正寺の年明、 佐子母、慶応4年6月7日、江戸の情勢の安定を見計らい、番長の本邸に帰った。弱子、川地博士道は、平民となり番長の屋敷を引き払うと、高子は、郊外の根岸に干挙したが、不便なため柿柄町に移り、ここに落ち着いた。明治17年10月12日、遺願のため死去し、池の旗大正寺俊明母の隣に葬られた。時勢は、 糸長く重いしかども、限りある、我が世の夢も今ぞ冷めぬる。皇后は、聖陰殿少僧美を覚む大師。高年期障害のような吐き気を伴う持病があり、年明らに、ゲロゲロと呼ばれていた。若年より病弱で、医者にも五十までは生きられないだろうと言われていたという。美人だったとされ、加盟六年に、年明らが、長崎で、エフィムプチャーチンと会談した際、 左衛門の上妻は、江戸にて十二をそう不美人なり、夫を受けてきたりたるゆえか、おり、思い出しこう。忘れるの方はあるまじきや。と妻を自慢し、場を和ませた。文才にも優れ、既定、井上清史鹿は、高子の日記を読み、五姉様の文、とさ日記のごとし、と称賛した。また、高子の兄が酔った際高子を、紫式部、松羅佐姫に例えたところ、 年明が、紫式部、松田さよ姫ならで、紫、秩父部、杉浦さよ姫に並らむ。と答えた。これを聞いた、高子本人は、されど夫もまだ過ぎたらむ。紫優、接待裏側姫くらいならむ。いっと顔の皮厚姫と人や笑いはむ。と、さらに謙遜している。ありがとうございます。